皆さんこんにちは。あなたの中に眠る夢を叶える力を引き出す占い師、カードリーダーのボタンゆりです。生年月日を一桁ずつ足した合計数字を使って占う数秘術やタロットカード、オラクルカードを使ったリーディングで皆様の夢叶をサポートしております。今回は生まれた日、生年月日をすべて足した合計数字、もしくは生まれた日にちのみを足し算したときに合計数が6番になる数秘6番さんに向けた2023年6月の運勢を、リーディングしていきたいと思います。お届けしたいと思いますし、ドロモドロですいません。はい、私はですね、数秘術をベースに作られている誕生花セラピーというものを用いておりますので、数秘をお花に例えてお伝えしております。数秘6番さんはこちらのカーネーションのお花になりますので、動画の中では数秘6番さんのことをカーネーションさんというふうに呼ばせていただきます。もし動画をご視聴いただいている方の中で自分の数秘を改めて確認したいとか、まだ自分のね数秘算出したことがないよっていう方いらっしゃいましたら、私の公式 LINE にお友達追加をしていただいた方に、ただいまあなたの数秘誕生花診断というものを無料でプレゼントしておりますので、もしよかったら、こちらお友達追加していただけるとすごく嬉しいです。あとはですね、今回、6月ということで、6月終わったらいよいよね、今年2023年も折り返しですよね。というわけで、今回 YouTube をご視聴いただいている視聴者さんへのプレゼントということで、私の公式 LINE に下半期とメッセージを送っていただいた方に、下半期の運勢アップのメッセージというものを、お届けしたいと思っております。こちらはですね、個人鑑定みたいな形で、下半期とメッセージを送っていただいた方一人一人に対してリーディング結果をリーディングしてお届けするっていう形になりますので、ちょっとね応募が殺到している時などは返信が遅れる場合があるんですけれども、はい、一人ずつ鑑定させていただきますので、もしよかったら運気アップのメッセージというのも受け取っていただけたらなというふうに思います。この動画が公開されてから2023年の6月末までが対象期間になっておりますので、はい、もしよかったらこちらも合わせてプレゼントを受け取ってください。それでは数秘6番カーネーションさんに向けた6月の運勢リーディング始めていきたいと思います。こちらがアドバイスキーカード、6月前半後半、そして最後のメッセージということで引いております。まずはこちらで、テーマキーカードとなることですね。はい、フォーチュンホイールと、アンバー琥珀のカードが出てまいりましたね。はい。すごくこのカーネーションさんにとって6月っていうのは、幸運が舞い込んできたりとか、何か自分が、チャンスだなって思うような、そういうものに恵まれたりとか、で、しかもあんまりこう、なんて言うんだろうな、自分から積極的になんか動いていこうとか、幸運つかみにしよう、行こうとかね、チャンスをね、追い求めて何か動いてみようとかしなくても、うん、向こうからチャンスや幸運がやってくる時っていう感じがしてますね。ね、この琥珀のカードがその、give it to God で、神に委ねるみたいなね、確かそんな意味があったと思うので、ちょっと、すいません、一応確認しますね。はい。そうですね。やっぱり神に委ねるという、ことが書いてありますので、はい、もうあなたにとって幸運とかチャンスとかっていうのが、もう本当にやってくるので、ただただあなたはその幸運とかね、チャンスがやってきたらいいなっていうふうに、こうウキウキした気持ち、明るい前向きな気持ちで日々過ごしていたらいいんだよっていうようなことをね、すごく言ってくれている感じがします。何もね、いいこと起こんないよねとか、どうせチャンスなんか私に来ないよねとか、そういうふうに思って、ってると、それは、もう来なくていいよっていう感じでそれを神様に委ねていることになるので、もういつでも幸運来ていいよ、チャンス来ていいよ、私はしっかりそれをね掴むとか受け取るタイミングできてるからね、受け取る姿勢ができてるからねっていう、そういう姿勢でいることが神に委ねるということになりますので、はい、幸せ、チャンス、舞い込んできますよというね、すごくこう嬉しい幸せっていう感じの1ヶ月になるんじゃないかと思います。では具体的な運勢の流れを前半後半と見ていきましょう。はい、まずは前半。そして後半ちょっとね、これ2枚カード出てきたんですけど、やっぱり運命のはここでも出てきました。はい、このようなカードですね。うん。やっぱり今ね、前半後半って見ていても、すごくね、こう、何か、新しい
方向に進んでいくとか、なんかこう旅立っていくっていうようなね、意味のあるカードっていうのが前半後半それぞれ出てきていますので、何かカーネーションさんの中で、物事もっと前に進めたいなって思ってることとか、現状からもう少し次のステージに行きたいなとか、現状よりもうちょっとこう一歩二歩前に進みたいなって思ってるようなことがあった場合、前半後半どちらもその前進していくようなことっていうのが、できてくるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、まず前半の方から見ていきますと、すごくね、こう、カーネーションさんの中での、その本当に何かときめきを感じられるようなことがあったりとか、純粋にもう本当楽しい幸せって思うようなことをね、すごくたくさん感じてくださいっていう感じがするんですよね。で、それこそもう最初のテーマのところでも言ったんですけど、あんまりあなたが、焦ったりしなくていいよっていうことも伝えてくれているんですよ。ね、この相談のページさん出るときよくね、話をするんですけれども、本当にこう、ね、カードからはみ出るくらいのね、長いソード持ってるんですけれども、何かこの石の上にね、どしっとこう腰を据えて、何か余裕そうな表情をしているんですよね。本当にこの時期のカーネーションさんっていうのは、この相談のページさんみたいに、どこかこうフレッシュなね、感じもあるんですよ、相談のページさんって。フレッシュな感じもあるんだけれども、なんだけどこう、焦って何かね、前に進もうとか、何かもうとにかく動いてないと落ち着かないとかっていうんじゃなくて、フレッシュな気持ちっていうのはあるんだけれども、どこか、なんか今は今ですごくこう自分を輝かせてればいいんだとかね、自分が幸せな状態でいればいいんだとか、なんかそんな風に少しこう腰を据えて考えるというか、落ち着いた姿勢をとっていく、そんなことであなたの、そうすることであなたがそこにいるだけですごく魅力がね、広がっていって、周りから、人が集まってきますよみたいなことをね、すごく伝えてくれてるなって思うんですよ。で、チャンスっていうのはやっぱりいつも人がね、持ってきてくれるなんていうことも言うと思いますので、この時期本当にあなたが、自分自身がすごく幸せだなって思うこととか、これをしてるととても心地いいなって思うようなこととか、とてもね、あなたがこうプラスの気持ちでいられるような状態に自分をしてあげることによって、あなたの魅力が輝いて、チャンスを運んでくれる人たちっていうのが集まってきて、実際にあなたも、次のステージに進むためにその後を投資をしてくれるよっていうようなことをね、すごく伝えてくれているなって思いました。特にこのカップのエースがね、本当にすごくこう心がね、ときめくような出来事があったりとか、そういうことを意味したりするカードですので、本当に自分を満たしてあげるっていうこと。このカップもさ、カップからこう水が溢れ出していますよね。なんかこのカップのエースのイメージで自分のことをすごく満たしてあげる。ケーキが好きならケーキいっぱい食べさせてあげるとか、ね、ゆっくり寝るのが好きだったら休日はもう好きなだけダラダラさせてあげるとか、とにかく本当自分を満たすことに集中すればするほど、あなたの魅力が増していって、周りから人が集まってくるっていうようなところがあるかと思いました。で、ただね、今言ったそのケーキをね、いっぱい食べさせてあげるとかね、いっぱい寝させてあげるとかっていうのって、本当にそれが好きだったらしてくださいねってことですよ。例えばそのケーキをね、食べたいだけ食べて、でもそれで太っちゃうのを気にして、また食べちゃったって罪悪感になるっていうのは、それ本当の望みじゃないので、そう、なんか本当に自分がこうあったら素敵だなとか、こういうことできたら幸せだなって思うようなことをさせてあげてくださいね。だらだらずっと寝続けていて、また今日も一日無駄にしちゃったとかって一日の最後に後悔してしまうとかだと、それは本当の自分の本心の望みに沿った行動ではないので、自分の心の声っていうのをしっかり聞いてあげてください。はい、そしてですね、後半なんですけれども、後半はまたここに運命の輪が出てきておりますので、やっぱりね、すごくチャンスっていうのが加速していく時期なのかなというふうに思いましたね。そしてね、このペンタクルのキングということで、本当にもうとってもとっても豊かさいっぱいみたいなね、人のカードも出てきていますので、そうだね。こう、誰かが何かそう、やっぱりチャンスを運んできてくれて、あなたをなんか思わぬ世界にこう連れてってくれるっていう、そんな出来事が何かあるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。そうだね。なんかそう、
このね、ソードの6番のカードとかって、私よくこの、あなたがこの船を漕ぐ人で、他の人をなんか導いていくっていうような見方をね、することあるんだけど、なんとなく今はすごく、あなたはこの船に乗っていていいんだよと、ね、誰かがこう、あなたの、ね、船、あなたの乗ってる船を、漕いで、あなたのね、新しい世界にあなたを連れてってくれますよって、そんな風なね、メッセージにもすごく感じるんですよ。で、やっぱりね、この運命の輪のカードが改めて出てきているので、あなたにとってこう必要なものって全部揃ってるんですよっていうこともね、言ってるんですよ。本当に準備万端と今が、その、チャンスっていうものがもう整ってきてますよっていうことをね、すごく伝えてくれているなっていう風に思うので、そう、あなたはだからこのね、ペンタクルのキングさんみたいに堂々と構えていれば大丈夫ですよと。なんかこのソードの6の船に乗ってる人はすごいなんかさ、こう縮こまってるような感じもあるんだけれども、そう、あなたはこうやって堂々とね、私はこっちに行きたいんですとかっていう風に構えていれば、その方向にこう進んでくれるよって、いう風に言ってくれているなっていう風に感じますので、そう、この時期本当にあなたにとって、なんか欲しかった人脈が来たりとか、まあ何かこうね、必要だなって思ってた時にその情報が入ってきたりとか、もしかしたらそれがお金とかね、そういう形で入ってくるっていう人もいるかもしれないんですけれども、そう。すごくね、あなたが堂々とこの自分のやりたいって思うことをビシッとこう決めてさえいれば、それに対して、まあ、自分がちゃんと自信を持つこともすごく大事だと思うんですね。そういう風にしていれば、周りの方がそういうチャンスを運んできてくれるよって。で、あなたを、こう、目標に向かって後押ししてくれるよっていうようなことを言ってくれているなっていう感じがしますので、はい、ぜひちょっと今のね、コメントを参考にしていただけたらなというふうに思います。そして最後ですね、締めのメッセージというのも一個見てみたいと思います。はい、カードオープンです。あ、はい、これ最後締めはね、宇宙のシンクロというカードが出てきました。で、しかもこれがね、33番目のカードで、サンタスさんで6のね、意味合いもあるカードです。すごくね、優しさとか愛情とかっていうようなね、意味も感じられるカードですし、これやっぱりね、その神様に委ねるっていうね、神様っていうね、本当に大きなエネルギーを持っている存在に自分の願いをもう託すっていうようなね、ところとすごく通じるカードだなと思いますので、もう、そう、あなたは本当宇宙からの大いなる力っていうのを借りられる時期ですよっていうようなね、イメージもすごくつくかと思います。ぜひ今回のメッセージもね、こちらのカードのメッセージというのも参考にしていただけたらと思います。そしたら最後ですね、このカーネーションさんに向けた、ラッキーカラーを一本選びたいと思います。そうですね、まあ、この本当になんか堂々とみたいなね、イメージもあったんですけど、この、なんかちょっと、この、琥珀とか、運命の輪とか、このね、ペンタクルのキングさんとか、こう、キラキラーのイメージがありますので、まあ、目標達成とかね、そういった意味もあります。このゴールドをラッキーカラーにしたいと思います。ぜひ、6月運気をアップしたいときは、ゴールドのものを身につけたり、ゴールドをイメージしたりして、運気アップに役立てていただけたらと思います。で、その他にも、こうした、願いを叶える香りのお守り、アンシェントメモリーオイルや、あと、数秘術とパワーストーンカラーを掛け合わせた、数秘パワーアップカラーブレスというものの制作販売もしておりますので、こうしたものも運気アップのアイテムとして、ぜひ取り入れてみてください。それでは、カーネーションさんの1ヶ月が素敵な、毎日で溢れる、幸せでいっぱいの毎日になりますように、ここから願っております。ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。